じゃあバトルか、リージ。腰気をつけろ。待って、待って、待って。デイ、デイ、デイ。うわ、やばい。助けて。助けて。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。さあ、じゃあバトルか、リージ。いきなり来てバトルですか。いや、こいつもちょっと太りすぎだから。お前も昔なんか足場剤アンチかなんか担ぐ対決やったよな、誰かと。やりましたね、ちょっと前。あの時名前担いだよ、8枚7枚とかじゃなかったっすかね、多分。だったっけ。多分、かなり覚えてないっすね。今担げるの、あの時と体型だいぶやばいよね、こいつ。入社してから何キロとか。30キロぐらい。子供30キロはやばいでしょ。入社時もなんかダイエットめちゃくちゃしたとか言ったもんな。そうで、うちに入ってきたんだな。そうそうそう、仕事1年ぐらいやってなかったんだろ。そうやってなかったずっと走ってたんだろ。あ、そうそう、走ってましたね。時間走って筋トレしとったんですよ。そう、仕事しずに。仕事しずに。何歳入ったお前。だいぶ若い時から来てるもんな。20歳。あ、その当時だな。それぐらいのレベルだな。神田と翔もお前だって、カレビー18っすよね。今でこそ28だけど。18?27 か。すごいな。そう考えたらさ、俺も老けるわな。さ、改造しろ、追いつかんわ。改造しろ、追いつけよ、お前。でも、昔の動画ともう全然顔違うっすよね。そう見てびっくり。おおってなるもんね。なんか自分でもこれもう慣れちゃってるから。そうっすね。昔の動画とか見とるから、気が合うと出てくる。同一人物ってわからんよな。目つきが悪いおじさんが出てくるっすよね。頭はげてる、目つきが悪い。お前、めちゃくちゃ言ったんだ、お前。でもなんか若返ってる。ね、若返ってる。確実に上がってる。自分で思うもん。なんか昔は老けて見える。そう、女の子とかも言われるもん。俺も YouTube やってんだとか言うじゃん、やっぱ。昔のやつ、え、これ誰とか言って。いや、これ。俺だよって言って、えぇとか言って、なんでとか言って、頭ペローンってめくったると、キャーって、でそこで、人笑い。あ、で、じゃあもう、あれ、担ぎ対決やろうぜ。ちょ、俺、お前とやっても勝てるわ、今のお前なら。社長バーサス、リュウちゃん。そうそう。勝ちやん。いやいや、勝てるでしょ、俺。今のこいつは、見て勝てるわ。負けるわけがない。ここに下ろすよ、どうやって下ろすよ。下からはちょっと偉いかもな。ああ。普段どうやって持ってくる？このまま俺らは持ってくトラックから。このままのがこのままいけるんじゃない？このまま俺はいけん。一本しかいけん。そもそも手が早い。そもそもそこ真ん中じゃないですよ、だってもう。ああ、そう、そこは真ん中。お前そこまでバカじゃねえぞ。いや、でも持つとこおかしいですよ、最初の。日本もエロい。ちょっとお前ら。で昔俺も職人やったけどめちゃくちゃ持ってたよな、そのでももう多分4本ここから取り出すの狙い偉いと思うんですよ、2本狙い方。4本こうやって持てるんですよ。はい、4本これ4本ですよ。いや俺は無理だ。くるって回さなきゃいけないですよ。今入らない、入りとか言ったけど、こう入れて反対側に、ああそういう風に、そう、それならいけるわ。ちょっとここがちょうど邪魔だわ。これがなかったらそれ関係あります。でもコツだよな。本当コツです。こっちからなんて使わないですよ。こっちからやるな、はい、分かる。もう一回下ろして。ここだったら単純に力そうだった。お前あんまいけるの。最近4本しか持ってない。6本持てるかも分かんないですね。多分4本いけるぞ。これでも浮いてるからね、肩に乗せるだけで。なんだお前、そういう言い方。まず1本で終わるっぽいからね、これ。全然余裕だわ。全然余裕だわ。怪我するっすよ。あ、多分視聴者が来たか。あ、すいません、いいですか。たまたま取り締まり。あ、僕鉄筋屋でそこが工場で、はい、今ちょうど研修生の実習生の試験やってて、はい、あ、マジですか。はい、本当いつも見てます。見てます本当ありがとうございます。すげえ、まさか出ていいですか。あ、全然大丈夫です。ちょっと会社名お願いします。カメラに向かって会社名お願いします。あ、株式会社 GRB の後藤と言います。鉄筋屋さんやってます。頑張ってください。ありがとうございます。お願いします。鉄筋屋でこついな。いいから出しちゃうな。
お前何本からいく？6本いけるんだ、6本いける。これ6本で何キロなんですか？ 13.7 キロなんで、70、80キロぐらいな。1人そう、それ俺はさっき持ったね。計算早かった。52キロ持ったね、さっき。いや、だからちょっと女性の、まあ普通お前何、52キロ以上以下？ない、50はない。怪しいな、嘘つくの。おじゃ、リュウジ、リュウジだ。腰気をつけろ。表情見た。あ、いやいや、もう重い。それは重い。でも別に持てる。それは持てる。あ、偉い。ちょっと俺偉いから、腰言わすかな。あさってゴルフなら大丈夫かな。やめて、帰り腰痛いとか言いな。こうやって上げ、ちゃんとしゃがんで上げれば。70キロ、誰ぐらいなんだろうね。足場入れると誰ぐらい。岡部ぐらい。岡部さん70キロ。78キロ、13キロで388。岡部さんも大体80キロぐらい。岡部か、あの人運動。岡部なんかハートが薄っぺらいもん、あいつ。これいけるかな。漢字見たい、漢字見たい。バンドしますハンデで。あ？バンドします。ふざけんじゃねえよ、ハンデで。バンドしてもいい。いや別にバンド関係ない、軽くなるわけじゃない。お前ら別にもう分かっとるもん、あんま関係ない。いや、じゃあバンドはあの崩れんくなるから出られなくなる。どうしても違う、開こうとするんで。関係ねえよ。じゃあもういいよ、なし。違う、お前ら。お前ら違う、腰が心配だな、マジで。ちょっと無理。ガチになって気合入ったの。肩大丈夫、痛くない。あ、痛くねえ。そんなやわな体じゃねえんだ。何も知らんだろ、ほら。俺はもうインスタでも何でも頑張れっていうやつは本当に頑張ってるだろ、おわ。ガーッてやってるか、おわ。あー、いけそうだな。できない人のオチになってますよ。いや、バカか、お前。なんでいける。声だけが先行ってますから。足がブル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 こいつ死んじゃう。いや、いけるいけるいける。なんもんだな。うっ。あー、無理だ。ちょ、5本いったのかよ。5本5本ですか。5本だっていけるだろう。あ、これいけるわ。生きてません。先っぽついてますよ。あわっ、デイデイデイ。うわ、やばい。助けて、助けて。カメラと携帯が。あ、だよ、おめえ、おい。リュウジ、リュウジ、いいっすよ。おいか、早くやろう。いや、ちょっと今ちょっと掴んだで、ロープもう一回調整させて。いや、先に後ろ開けたらいけるな。絶対に無理ですよ。なめちゃうか。ザーッ。あ、よか。なめんじゃねえよ。やめよか。なんか龍一さんが軽々と思えたな。軽いな、お前は。軽いです、全然軽いです。やっぱり全然違いますよ。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。どうや、どうや。あ、社長どうだったかってことですか。あれ、6本のやつ取れなかったの。俺が6本持ったやつ。取れ後で6本持ったやつだよ。やめとこうかって言って、その後持ってた。持ってない、持ってない。合成もできんよ、たぶん。合成両方のやつね。両方立てんかったな。グワッて行ったら行きそうだけど、ゴルフがねえ時にやったら。シーズンオフの時にやったら、1月。はい。ちょっと俺も不甲斐ない結果を出しましたんで。俺次8本持てるようにしよう。絶対にね、無理やと思う。8本持ち。いける。いける。いける。あ、いける。今の持ったあれ感じでいけるし。ほんとかってよ、お前。俺も4本余裕だったけど、6本やなかったし。で、腰壊しそうだよ。あー、それもあるかも。
抜き方によって、まあ、ベンチで100キロ以上上げる男だから上げれるよ。そうですね、確かに。何体重差違うもん。それ言い訳にしたらもうね、そりゃそうだろうじゃん。そうだけど、最初から体重だよ。ボクシングでも何でも体重差ってあるじゃない。じゃあ同じぐらいの体重、何キロですか。いいね。竹川なんとか言われそうだもん。はい、少々皆さん、足場の買い取りぜひやってますんで、またちょこちょこ来とるみたいなんで、はい、本当塗装屋さんで、まあ、ちょろっとしかないけどとか、1等分しかない、2等分しかないよでも全然買い取りやってますんで、ぜひ、声かけてください。あと飲み会か。飲み会っていうよりもイベント、イベント、ゴルフコンペ。でゴルフコンペが4月、3月19日、まあ、三重で多分やる。で、三重でもね、ちょっと亀山より向こうぐらいになると思う。多分鈴鹿カントリーっていうところで取れたらやろうかなと思ったんだけど、結構大阪寄りだで、ぜひいいと思うよ。まあ、そういうイベントごと、勉強会とか、そう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 。なんか YouTube でこの企画やりたいから集まってほしいときとか、まあ、とりあえず何でも。何でも。その案内な、ちょっとした案内とか。メールに送ります。ぜひ登録してください。まあ、それか、まあ、インスタでも案内送ってくんで、はい、ぜひそちらの方のフォローもよろしくお願いします。はいはい、せーの、まなみね、あ、チャンネル登録してやってよ、ただみしんでよ。